皆さんこんにちは。女優業との両立を決心し、フィギュアスケート人生を続けているスケーターといえば本田望結さんですね。本田望結さんはタレント、モデル、ユーチューバー、女優、歌手、フィギュアスケート選手と幅広く活躍しています。今回は本田望結さんの歴史を振り返りながら、2021年のセクハラコメント殺到で炎上エピソードを紹介しましょう。では早速、本田望結さんは2004年6月1日東京都で生まれました。フィギュア界では本田三姉妹としても有名ですね。2歳上の姉本田真凜さんは2016年世界ジュニアフィギュアスケート選手権優勝、2016年アジアフィギュア杯ジュニアクラス優勝と輝かしい戦績を収めています。3つ下の妹本田沙羅さんは2016年ハウス食品フルーチェ、 JR 西日本のホーム安全啓発の両 CM で姉の本田望結さんとの初共演をきっかけにタレントとして活躍が増えています。三姉妹と思いきや、実は他にも兄弟姉妹がいることをご存知でしたか？お兄さんで長男のフィギュアスケート選手本田太一さんと、一般人で長女のお姉さんがいます。本田真凜さんはお兄さんの本田太一さんと現在遠征のためにアメリカに行っているようです。本田望結さんはご兄弟の4番目だったことになりますね。そんな本田望結さんは2008年4歳の時にスタイル1の CM で芸能界デビューし、2011年連続ドラマ家政婦の見立ての出演で人気を集めました。2015年にはポプラの秋で映画初主演を果たし、その後渡る世間は鬼ばかり最終シリーズや丸物起きてなど数々のドラマにも出演し、エディオンの CM は印象に残っている人も多いのではないでしょうか。兄の影響で3歳からスケートを始めた本田望結さんは、2011年7月には小中高生約80人が参加し開催された関西大学主催の氷の甲子園で2回転ジャンプを決めて小学3年生以下の部で優勝し、2013年第17回全日本フィギュアスケートノービス選手権大会ではノービス B 女子に出場、56.08点をマークして8位入賞しています。2014年に第18回全日本フィギュアスケートノービス選手権大会への切符を手に入れ、この年以降4年連続で進出を果たしているのです。その後も毎年様々な大会に出場し、フィギュアと女優の両立を続けているのです。このように両立を続ける本田望結さんは、どちらかを嫌いになった場合にはどちらかではなく両方やめると決めていると語っていますね。今は好きだからどちらも続けられていると楽しみながら両立できているようです。そんな本田望結さんが話題を集めたエピソードといえば、セクハラコメントによる炎上ですね。これは2021年3月29日本田望結さんが自身のインスタグラムを更新すると、そのコメント欄にセクハラコメントが殺到し炎上する騒ぎになりました。投稿した内容は、鈴木ハーブ研究所さん、パイナップル豆乳ローションプレミアムと綴り、同商品の PR のために CM に出演をしたことを報告。本田望結さんはパイナップルをイメージさせる真っ黄色のノースリーブワンピースドレスを着用し、キャッチーなダンスを披露しました。この内容がなぜかセクハラコメントのきっかけを作ってしまったのです。現在インスタグラムのコメント欄は閉鎖されているために見ることができませんが、 YouTube 上にアップされると、すごいダイナマイトバディになったよななどの本田望結さんの容姿に関するセクハラコメントが殺到したのです。このセクハラコメントにリアルタイムでコメントを見た人からは、コメント欄のノリ非常識すぎるわ、ネットなら何言っても良いって思考がおかしい、本人やその身内が見る可能性も考慮するのなんて当然だろう、芸能人だから仕方ないとかそういう話ではなく人間性の問題、他人に性的な目で見られるって最悪の場合まともに人と関われなくなるケースだってあるだろうし、
本当にみゆちゃんのファンで動画見に来た人だって相当不快に思うと思いますよ。思春期の女の子にそんなこと言う普通、気色悪い、親とか見たらどうする、もう生きていけないぞなどとコメントの悪質性をうかがえる意見がたくさん聞こえてきました。さらにこの内容からも当時16歳だった本田望結さんへ過激なコメントであったことも想像できますね。本田望結さんといえば以前にメレンゲの気持ちに出演した際に自身のストイックな私生活に密着し放送されたことがありました。その際に実際のトレーニングの様子などが YouTube 上にアップされるとコメント欄には今回のようにセクハラコメントが殺到し、伝説のコメントとして話題になったことがありました。最近ではセクハラコメントもなくなり炎上も起きていなかったのですが、2023年1月再び炎上することになってしまいます。きっかけは俳優向井理さんのコメントでした。1月19日放送された桜井有吉座夜会で本田望結さんが18歳で新成人になったことを共演者たちがお祝いしました。その時に放送された向井理さんからのビデオメッセージがセクハラめいていると視聴者から批判を浴びたのです。ビデオメッセージの中では番組スタッフが18歳になった本田望結さんの印象を問うと、向井理さんはなんかこう色気がありますよね、視線の動かし方とかテレビで見るとドキッとする時ありますとし、ちょっとした仕草に出ているような気がします、色気みたいなものがと目を細めていました。この色気という発言が波紋を集めることになってしまったのです。おそらく向井理さんは大人への成長を感じたことを伝えようとしたものの言葉の選択肢が良くなかったようで批判を浴びてしまったようです。一方で CM 見たけどなぜこの CM でセクハラコメントが生まれたのかわからないといった声も多く聞こえました。過去にセクハラコメントで炎上したこともあってかファンの目が厳しくなっているのかもしれませんね。このようにセクハラコメントがたびたび話題となりましたが、2023年に18歳を迎える本田望結さんは身長はすでに姉の本田真凜さんを超えた164センチ、大人の魅力があふれてきた、綺麗と言われています。本田望結さんが脚光を浴びることになった家政婦の三田に出演している時は8歳であったため、当時を知っているファンであればなおさら成長を感じ大人になったことを実感するかもしれませんね。2022年にはフィギュアスケートの東京選手権に出場し、プリンスアイスワールドなどにも出場しています。プリンスアイスワールドでは黒地にスパンコールを散りばめた衣装でパフォーマンス、本田望結さん自身がボーカルを務めた楽曲ジレンマで観客に訴えかけるようなステップシークエンスを披露し、クールな表情と圧倒的な表現力を見せつけました。ちなみにプリンスアイスワールドとは世界でも活躍するプロアマチュアのフィギュアスケーターが一体となる日本で最も歴史あるアイススケートショーです。2022年東京公演ではゲストに樋口のほか荒川静香、本田武史、田中圭司、宇野昌磨、鍵山優真、友野一希ら日本を代表する総勢13人のトップスケーターが集まるとても豪華なアイスショーです。女優としてはドラマ「バカ野郎のキス」や映画「如月駅」などで活躍していましたね。女優業、学生と忙しそうな本田望結さんですが、フィギュアスケートに関してスケートが好きという気持ちは年々強くなっていますし、私の滑りがどなたかの頑張る源になっているかもしれないと語っています。すでに芸能生活15年を迎える本田望結さんですが、フィギュア界、芸能界とそれぞれでの活躍が楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。